あ、野球審。この間月齢試合で、高校生、今流行ってるカーフキックやってたように思いました、ね。それは僕は使ったことないけれども、あれは有効みたいですから、それに対する防御技、ちょっと野球審に伝授しておきます。増田流だけどね。まずね、はい、カーフキックやってみて。これカーフキック。確かに普通のすね受け、普通のすね受けが相手の蹴ってくる、まあ、これ前外の出なんだけども、相手の脛骨に対して自分の脛骨を使って骨と骨で、骨と骨で、骨相手の脛骨を自分の脛骨で押さえるというのがもう基本の下段すね受けのやり方なんですよ。ね、で、まあ、少しこう外側に向けてちょっと中に踏み込むことによって打点をずらして威力も半減しています。で本来ならばこちらダメージないはずなんですけど、まあ、骨が弱かったら骨が痛いだけど、この前脛骨筋というね、この筋肉を狙うカーフキックっていうのを今やってもらうと確かに筋肉に当たるから握手痛くない。痛くない痛くないね。俺はこれやっぱり強い蹴りでやったら、だから筋肉だからね、ダメージ受けるかもしれない、筋肉破壊されるかもしれない。でもこれの受け方あると思いますよ。でならば、はい、行ってみて、はい、これどう、痛いでしょ。でもっとやると、はい、もう蹴れないでしょ。だからさらに普通の下段よりも、要するに相手の攻撃部位は効果、足の効果、足首なわけだから、で普通の受けでやるともう相手はもうこの前脛骨筋にロックオンしてるから、そこに当たっちゃうわけだから、それをちょっと中に入って、まあイメージで言うと相手の前脛骨筋の膝に近い方、もっと膝に近い方をねガンとブロックするんですよ、ね、ガンとブロックする。そしたらもう相手すでに当たるから、もう痛くて立ってられないです。立てられないでしょ。多分骨折するんですよ。逆にカーフキック蹴ってくれた方がいいよ。でさらに組手で使うとなると、まあ先ほどのおとり技を使いながら相手も連携を組むかもしれない。打ってきてね、パッとこう連携あるかもしれないね、バンと入ってね、そこを防御しながら、さらにね、はい、インファイトからジャチーン肘打ちでやったら、今肘でやりました。これノックアウト、逆突き、顔面でもノックアウト、足も骨折、顔面ノックアウト、足骨折、僕はいけると思うね。使ってほしいね、カーフレンズ流行って。でそれを僕はもう防御技を持ってるっていうねことを知らないようにしてやるのが一番いい。で、ああカーフレンズ使ってくださいという気持ちを持ってても俺見せない。で使ってくれたら一回ね、これは私の技術。ちょっとやってみて。以上です。